先月下旬、私たちは輪島市にある漆器店を訪ねました。これが、持っていくぐいのみです。泉州堂のブランドで輪島塗の製作販売を手掛ける岡垣漆器店の岡垣雄吾社長です。見せてくれたのはぐいのみの他にももう一つがワイングラスのチャームでして、で、あのマグネットで脱着できるグラスマーカーみたいなものになります。ワイングラスで日本酒を楽しむ人が増えているということで、和のテイストを感じられればと独自に開発した商品です。岡垣社長はこれらをアメリカのニューヨークで開かれる北米最大の見本市に持ち込もうとしていました。まあ、やっぱりアメリカに僕らがチャレンジしようと思ったのは日本酒の輸出、まあ、向こうから言うと輸入になりますけれども、の量が世界第2位だっていう、その市場に魅力を感じました。伝統をつないでいくために海外進出が必要だと思ってます。店にとって初めての海外進出、実は5年前から計画していましたが、コロナ禍で中断。そのコロナ禍が落ち着いた去年、再び準備を進めていました。しかし元日の地震で輪島市は大きな被害を受け、岡垣さんの会社も被災しました。そして職人たちも、分業制である輪島塗の生産は当面不可能だといいます。それでも復興まで時間がかかるかもしれない、でも職人さんを引き止めるというか、この仕事に可能性を感じ続けてもらうための、まあ、一つになればいいかなとは思います。周りからの後押しもあって予定通り渡米することを決めました。そして今月上旬、ついにニューヨークに。会場はさまざまなブースが並び、活気にあふれていました。その中には訪れた人たちの応対にあたる岡垣社長の姿も。あのぐいのみは内側に絵が描かれていて、お酒を注ぐと光が屈折し、蒔絵や沈金が光る仕掛けです。海外の人たちの反応が気になるところですが、It is very, very beautiful, and the craftsmanship and the workmanship is top notch. I am here with my friend who owns a shop in Oregon, and I wish that we could sell those things in the shop. Well, the whole technique is unique to me because I've never seen it before. 反応は上々。岡垣社長も手応えを感じたようです。すごい数のビューティフルを聞いた気がします多分一生のうちで一番聞きましたね、この何時間かだけで。復興が今までの繰り返しじゃなくて、新しいものを生み出すものになればいいなって思いでいます。会場にはあの元日の地震で壊れた器も。その傍らに置かれたコースターに書かれた言葉は、We will never give up. 私たちは決して諦めない。岡垣社長は前を向き、新たなものを生み出そうと動き出しています。